キシンゴのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。もう2020年も年の瀬ですね。年の瀬なんですけど、まあ今日はね、はい、まあ1年間、まあ1年じゃないけど実質3月ぐらい始めたのかな。あ、YouTube を。YouTube のリーゼントチャンネル。はい。ね、これを簡単に振り返って、まあ総括というかね。わけくん、なんで YouTube をやろうと思ったの？まあ時代の流れに乗ったのと、うん、まああとはやっぱ一ボクサーとしていろんな人に知ってもらいたいとか、うん、まあボクシング界を盛り上がったらいいなとかっていう感じですかね。あとお小遣い稼ぎとかの気持ちはなかったの？正直そこでもあんまり考えてなかったんですよね。別にこれで収益得てどうのこうのとかっていうのは全然そういう意識はなくて、なくてね、YouTube でお金を稼ぐっていうよりかは YouTube を見てくれて一人でも多く試合に来てくれたらそれがファイトマネーになるからっていう考えはあります。1年間やった、はい、まあ結果というかね、それをちょっと発表させてもらおうかなと思うんですよ。やだわ、それは、ね、チャンネル登録者が恥ずかしいわ。それは2368名。これはすごい数ですよ、本当に。いや約9ヶ月間で。で、総再生時間は124万1220分。分ですよ。それ、秒に変えてもらっていいですか？秒に変えるとかける60の、その割ることの20の、何の意味があんねん、お前は。脳がすごく感じるんですか？そうそう。で、総視聴回数は327,734回ということでね、はい、まあ僕らとしては頑張った方だね、これね。いや、本当ですよ、こんな面白くない、ね、そうそう、そうそうじゃねえよいやいや、それは、例えばやっぱプロボクサーでいうと、うん、京口選手とか、チャンピオンとかで、いろんな企画したり、コラボしたりとか、めちゃくちゃもうザ・ユーチューバーって企画めっちゃやってるじゃないですか。やってるね。で、考えたらめちゃくちゃ面白くないじゃないですか、このチャンネルって。お前、誰が見るねんみたいな。もう俺もだいぶネタが尽きとるけど、大体俺が出しとるからな、ネタは。いや、ほんとね。ほんとに。アーヤンがいなかったら俺はやめてました。いやいや。ね、で、ワケ君はね、もう急に YouTube 始めるから、はい。ね、いきなり YouTube 始めましたとか言って、なんかこんなリーゼントみたいな。何これ、こうか。こんな変な写真とともに、お前どうやってやんの、お前一人でと思ったら、いや、これ何も考えてないですよ自分で。そう、始めた当初ってちょこちょこ気にはしてくれてたんですよね。気にはしてたから、だからその時も僕ね、企画を出してるんですよ。ね、結構これもね、言ってる。あれやれやん、そうそう、これやれやん、最強グローブはどれだみたいなのやったらええんじゃないのとかね、って言ってくれたから、 そのアドバイス通りにやったっすね。やったりもね、してたけども、まさかもそんなすぐもうね、身動き取れになるとは思わんが、俺も何をやれば動画再生数が上がるかっていう、井上尚弥の名前を使う、ね、そうね、だからそういうのもね、井上チャンピオンの名前を使ったらね。でそんなこと言って、うちもやってるんですよ。やってますよ。第3位、人気動画第3位に入ってる。いやいや、それは、うん、井上チャンピオンの名前を使うんじゃなくて、俺はカシメロチャンピオンの名前を使ってやったら、たまたま井上チャンピオンの名前がついてこれはね、でも本当に面白かったのが、はい、レイだね。そう、レイ、カシメロとか知らないのって、私知ってるよって、もう電話し始めたよ、うん、急に。それで僕は急に撮って、練習終わって、俺がストレッチしてるぐらいに、レイがなんか、うんうん、急にカシメロに電話して、そうそうそう、電話もしかもテレビ電話急にして、ちょ待ってよって、そうすぐね、携帯でカメラ回して、そう、僕がそれをしてるのを撮るみたいな感じで、あなたここで井上尚弥選手使ってます、うん、文句言えないです使ってました。そう、1位はやっぱり今だから語れるワケシンゴ初の世界タイトルマッチ裏話すべて話しますという、はい、まああれは多分サムネイルの写真がインパクト大でしょ。あれすごかったね。本当に。あと第2位が、ワケシンゴ完全復活なるかね。試合の動画。再起戦すべてお見せします。あれもね。2位はそのそれこそカシメロに電話したやつじゃないの？でそれが3位なんですよ。へー。それが3位。人気の動画で言うとね。意外。そうなんですよ。でなんと第4位。これがすごいです。ワケシンゴのリーゼントの作り方。あー、リーゼントね。
僕からしたら捨て企画ですよ本当にあのもう和気くんの肝入りで始めたリーゼントキッチン、リーゼントキッチン、もう行くでしょ、あれはもうそろそろ次見たいっていう声ちょっとちょっと上がってません僕、えぐいぐらいいかんやろ、あれもう俺もう寂しいわ、あれもう総再生回数で言うと1000ぐらい1000ぐらいだね、あれねやばいっす、やばいっす、難しいよね、料理は結構動画再生いきます。いや、内容的にはいいよ、みんな見てないだけで、そうそう見たら面白いと思う。面白いよ、俺らなんで見ないの、俺らは面白いよ、見てよ、ちゃんと見て、そう、リーゼントキッチン面白い。あ、まあそんなこんなでやってきましたけど、どうですか1年やってみて、まあ9ヶ月、あー、そうですね、もうあっという間でしたけどね、まあまあ最初の頃は楽しくやってたんですけど、うん、後半からもう苦痛で、ほら苦痛よ、何が苦痛かって言ったらネタがないんですよ。そう、毎回もう考えるんですね、どうネタどうする、次何する、あれする、こうする、どうする、どうする、で結局ネタが思い浮かばないから、ネタさえあったらねやりたいんですよ。そう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 、どん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 やりたいんですけど、ネタがないもん。いや、ボクサーらしく結構いろんなそのボクサー増えてきて、 YouTuber が、うん、みんなやってるのって大体いろんな選手の試合の、うん、いろんな試合の解説とか、うん、なんかや分析とか、なんか感想とかね、いろいろやってる、予測とかやってるの人もいます、ね、うちそういうのやんないですからね。多分これが俺ボクシング今やってなかったら好きかって言えると思うんですよね。そう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 、そうだね、うん、俺だってもう別にやってないし、僕もジムの代表じゃなかったらもっとめっちゃ言ってる、言えるとは思うんだけどどうですか、じゃあ来年に向けてどんなことをやってみたいと思いますか。あー、 YouTube でね、来年ね、 YouTube で殴られや、どうですか、もうやりましたけど殴られや、でも結構ね、殴られややりたいっていう人いますね。殴りたい、殴りたいのを避ける、避けるっていうのは、そういうのはやったらいいんじゃない、うん、結構 ね、 そうですね、まあ、トータル何本上げたんですかね、これ50、あ、多分56本、7本じゃないですか、60近く上げ、だいぶ上げましたね。なんか印象に残ったのってあります？それこそ、うん、ガチで戦いたい日本人、ベスト3、ベスト3、あれはやっぱり印象に残ってますね。反響も多かった、大きかったし、うん、そうだね、まあまあそうですね、自分の本音も伝えられたし、やっぱり僕はね、まあ、もう一個になるけど、ちびっこギャングの、殴られ屋、はいはい、が2本あるじゃないですか、はい、2本ともね、いい出来なんですよ、あれ。いやいや、いいっすよ、あのね、やっぱり YouTube っぽくて企画として、うんうん、あとカメラワークとか、ああいうのもね、あの、うん、ものすクオリティが高かった、クオリティがものすごく高いんで、これも今からでもいいんで見てもらえたら、うん、あれをやった時は僕は小さくガッツポーズをしましたけどね、上がった時はいや、いいのができたっていう、みんな思ったんじゃないかな、携わってるカメラマンの方も含めて、ね、ただそれと動画再生回数は比例しないから、本当に難しいっすよ、難しい難しい、YouTube は本当に難しいです。ふわーっとそこでこうやったのがいくからね、リーゼント作った、だけのがいくからね、そう、岡山ヤンキーあるあるとかってよくやったね、あれ何なんすかね、あれあれも結構あの見てはくれてるんだけど、見てはくれてるんだけど、何のこっちゃなのかね、何のこっちゃ、あれも俺の企画だよね、はい、初期の初期の初期っす、そうだね、あれ面白かったです。あと和気慎吾が岡山観光大使にかかった、いやもうひどいから、観光大使って言ってねえのに勝手になんかそんなこと言うから、違う、やめてよ、あれよく俺やろう言ったよね伸びてねえし、伸びてねえし、もう和気君が一人滑っただけっていう動画だから、そう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 、やめてほしいよ、ほんと、もうそれが怖い、 YouTube それが怖い、そういう事故もあるからね、はい、1000人行くまでも大変1000人ね、まあ、1000人はまあまあまあ大変だったけど、より24万分、24万分がエグかったっす。いやでも俺24万分って何、1000人もね、正直本当に行くのかっていう、あ、1000人超えた時なんかみんなね、みんなでね LINE してるんだけど、もうなんか天下取ったみたいだったね、あれどうしたんかね、あれもうあそこで一回達成感あった達成感が達成感がすごすぎて、なんかやりきった感、やりきった感がすごすぎて、もうやめていいかぐらいに思ったよね。それぐらいね、でもやっぱ達成感は、うん、もう本当皆様のおかげですけど、そう、やっぱり面白い企画を作るとやっぱり再生数も伸びるし、うん、やっぱり
あのチャンネル登録者もものすごい勢いで増えますね。増える時がやっぱりあるので ね、うん、ね。いやでもその24万分がもう本当果てしなく感じましたよ。24万分の方が遅かったのかな。遅かった、もちろん全然遅かった。そこでバーンって入ったのがあれだ、レイのカシメロ、井上選手とカシメロの直接電話したで、24万分超えたのかな。そうそう、あの辺であの時ももうなんかバラ色の未来しかないと思ってたけどね。うん、もうこんなに未だに大変な思いしてるのかっていうのがあるけどね。でも結局ね、1000人超えて24万分を超えて、そうそうそう、やっと初めて収益化する、これからがスタートですからね、 YouTube で。そうですね、もう終わりかけてるじゃないですか。そうだね、もうでも収益の話は俺はもうしたくない。したくないです。したくない、この話は。まあまあまあ、でもあやに、まあ、缶コーヒーぐらいはおごれますよ。ね、俺はもう 100% あれだからね、ボランティアだからね、これ。ジム休みの日にジムに来て、そう。そう、本当にいい人。俺なんでまあ、ね、俺も厳しいこと言われたしね。横のおっさん誰やもうあれあの本当にコメント本当にアーヤンにするのは本当にやめて。違うサイトのコメントやから。ああそうなんだ。そう、そっちでこっちのサイトはまだ緩かったんだけど、もうお前誰や、お前の詐欺や言われてYouTube 詐欺って言われたんだから。負け信号見ようとしたらもうおっさんが出てきた。隣におっさんがメインやないかって。俺は何回かもう YouTube 出るのやめるって言うそれダメって言うんだけど、和気君がね。そうそう、まあまあそんなことはありながら、はい、まあ、楽しくね、やらせていただきました。本当にね、本当皆さんのおかげでね、今年1年なんかね、はい、だからまあコロナ禍にもコロナ禍でもあって、うん、まあいろいろ大変だったけど、うん、YouTube だけは唯一ずっと続けて、そうだね、こうやって来れたのが、まあ、今年1年楽しかったことかな。だから皆さんがそれこそ見てくれたし、うん、反応してくれたし、そうですね、ね、そういうのが励みになってね、続けることできたし、これ YouTube なかったらもっとなんか暇というか、さ寂しい1年でしたよ、ね、寂しい1年に本当になったと思う、うん、で試合もね、こういう、うん、あの状況の中、延期延期延期はしたけど、なんとか8月にやれて、はい、そうですね、で来年は、大きな試合も決まりそうだしね。はい、はい、今年1年間YouTube 見ていただきありがとうございます。来年はもっともっとアイアンが出て楽しい企画をやってくれると思うので、ぜひ引き続き人任せご覧ください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひ高評価並びにチャンネル登録をお願いします。今日もナイスデー。